どうも皆さん、コンキキ、今日もアニメレビューの時間だよ。暖かくなったかと思えば寒くなったり、意味わからん季節になってきましたね。薄手のコートが最適なんだろうけど、薄手のコートって持ってないんだよね。何か買おうかと思ってると暑くなるし、難しいんだよ。なんか適当なの買えばええやろ、ユニクロとかで売ってるで。悩ましい、難しい。何着ても大して変わらんって、誰も気にせえへん、私が保証してる。励ましてるのかけなされてるのか、いまいちわかんないんだけど。どっちもやで。ほら、今日のレビュー行きましょう。そんなわけで、今日のレビューはこちら、進化の見知らないうちに勝ち組人生。はい、なるほどですね。このタイトルからもわかる通り、この作品は小説家になろうで投稿されている作品が原作なんだ。なんやろうな、このあってなる感じのタイトル。正直、この作品見終わった後に考えちゃうんだよね。この作品って一体何だったんだろうって。どういう意味？アニメ化した意味はあったんか、ってこと？いや、そうじゃなくて、この作品の内容というか、要素の一つ一つが、わざとそうしてるのか、本気でやってるのか、ちょっと判断しにくいっていうか。どういうことやねん。ダサくってことですか？そうは言い切れない感じなんだよ。ダサくだって、明言してしまうとなんか違う気がするし、かといって名作だ、とは、口が裂けても言えないし、佳作とも言えないし、本作とも言えない。なんやそれ。1話冒頭から、時系列シャッフルをかましてくるんだ。うわぁ、うまいことやらんとあかんやつやん。主人公が、モノローグで、軽く状況を説明するんだけど、それが説明になってないんだ。そんな中で、いきなり、裸の美少女に抱きつかれる。なるほど。ただ、この時系列シャッフルをかましてしまったせいで、この作品の特徴とも言える要素の一つのインパクトが薄れちゃってるんだよね。どういうこと？この作品のヒロインの一人はゴリラなんだ。ゴリラ？うん。主人公は学校ごと異世界転移しちゃったんだけど、主人公は、その見た目と体臭の問題からいじめられていたせいもあって、仲間外れにされてしまったんだ。なんやろ、いじめる理由があれやな。本来は、グループを組んで定位するはずが、主人公だけ一人で定位する羽目になったことを哀れに思った神が、彼にもう一つだけスキルを与えるところから物語は始まるんだ。それがチート系スキルなんやな。もちろん、じゃないとナローが始まらない。8割型のナロー作品で主人公がチートなのは前提ですからね。主人公一人だけ、やたら、高レベルの魔物がいる場所に転移しちゃうんだ。なんとか生き抜こうとしながら、いろいろなものを食べているうちに、彼は、進化の実と言われるものも食べてしまうんだ。ほ。それに加えて、神様にもらった、スキル、完全解体のおかげで、倒した魔物のスキルやらステータスやらも、自分のものにできてしまうんだ。なんやその卑怯スキル。倒せば倒すほど強くなる。その上、進化の実の効果で、人という種族の中でも、最強に進化してしまうんだ。ご都合主義。完全にご都合主義だよ。ただ、この作品のいいところの一つでもあるんだけど、そういうご都合主義をご都合主義だと隠そうとはせずに、主人公自身が、そのご都合主義に突っ込むことでギャグにしてるんだ。ほ、なんか自虐やないけど、チートやんって自分で突っ込んでギャグにしとるんか、なんか嫌味な感じがせえへんな。なろう主人公は嫌味だったりすかしまくってたり、俺なんかやっちゃいましたかと無自覚なせいで、嫌悪感を抱きやすい主人公が多いけど、彼には、不思議と嫌悪感を感じないんだよね。ひどい見た目だったのに進化して、イケメンになっても、どんどんと、チートな能力を手に入れても、基本的にコメディタッチでギャグをふんだんに入れることでナロー作品特有の嫌悪感が薄れてるんだ。ええやん。あっという間に、時系列が5ヶ月も経ったり、どんどんと何の努力もなくインフレしていく感じは、なんというか、ナロー作品が大好きな中学生のスマホのメモ欄みたいな展開ではあるんだけどさ。くさ、リュウさん、とんでもないこと言っとるで。作画もひどいんだよ。基本的に、戦闘シーンの迫力はゼロだし、5ヶ月も同じ服を着てるのに汚れも一切ついてなかったり、作画ミスだったりも目立ってる。細かいディティールに制作側がこだわる余裕がないくらい、作画はひどいんだ。そこは、まあ、いろいろと大人の事情やな。OP の時点で止めへの連続だし、動いてるシーンも作中からの流用だし、まあ、そのあたりはお察しだね。ギャグ自体もノリが古臭いというか、笑いのツボをあえて外しているかのようなギャグが多いんだよ。笑うに笑えへん感じやな。下野紘さんのハイテンションな演技と相まって、このどこかずれたギャグ要素の数々が妙にツボに入るわけでもない。入らへんのかい。下ネタこそないんだけど、小学生男子なら笑うかもしれないって感じの、ずっと上滑りした感じのギャグなんだよね。さっきは中学生やったのに、今度は小学生に。主人公はどんどんと強くなるんだけど、そのせいもあって高レベルのゴリラの魔物に気に入られてしまうんだ。ちなみにゴリラはメスだよ。あ、1話冒頭の美少女はゴリラなんやな。まあ、猿でもわかるよね。時系列シャッフルしたせいで、このゴリラは美少女になるんだろうな、っていうのが見る側で予測できちゃうのは残念でしかないんだ。時系列シャッフルせえへんかったら、インパクト出るのにな。本来は、
ゴリラが美少女になるってのは、この作品の重要な要素の一つでもあるはずなんだ。最初は、ゴリラに好かれてしまったことを拒否りつつも、5ヶ月も、孤独に異世界で生きてきた彼にとっては、かけがえのない絆でもある。彼の強さと、大衆に惚れたゴリラな、サリアの海外しさや、女子力の高さ、主人公への一途さも相まって、徐々に、主人公の気持ちも揺れ動いていくんだ。お、展開自体はええんやない？うん、美女と野獣の逆バージョンじゃないけど、そういうことを描きたいのはわかるんだ。自らの命さえも犠牲にし、自分を守ってくれたゴリラ。見た目なんて関係ない。種族の違いなんて関係ない。彼女を失ったからこそ、主人公が物語の主人公へと至る序盤の展開は悪くないんだ。なんやろな。確かに、なんか判断が困る作品やな。なんかこう、物語の最初にある要素をなかったことにしてるんだよね。不細工な主人公っていう要素も、進化の身による進化でなくなり、ゴリラなヒロインも、美少女の姿でいることが9割。そこが、この作品の特徴やったはずなのにあっさりやな。序盤を過ぎると、典型的なナローストーリーなんだ。町へ行ってギルドに入って、クエストをこなす。うわぁ、2000億回くらい見た展開や。一応、この世界には、魔王と魔王軍がいて、主人公以外の学校の人たちは、勇者として特訓してたり、学校に通ったり、人間同士のごたごたに色々と巻き込まれてたりするんだ。でも、主人公は、特にそれを知らないんだ。一方、その頃的に、彼らの動向は描かれるけど、別に描かなくてもいいんじゃないかって思うほど、一期の段階では、主人公に関係ないシーンなんだよね。2期とかあったら関係してくれ、部分なんやろうけどな。主人公の目的は、自分と親しい幼馴染と再会するってことなんだけど、特に、そのために行動してないんだよね。え？最初に街に行くのはそのためだったんだけど、彼らのことはさておいて、出会った美少女と仲良くなって、いろいろあって、ハーレム要員に加わる。うわぁ、どこかで見た流れや。ただ、厄介なことに、このハーレム要員に加わる流れが割とよくできてるんだよ。え？ナロー作品の場合は、奴隷の女の子を救ったり、絡まれたり子を助けて、ハーレムに加えることが多いけど、この作品の主人公の場合は、自然な流れで女の子たちと仲良くなって、彼女たちが抱えている問題だったり、ご都合主義やチート能力があるゆえにではあるけど、自然に解決する。ヒロインが、主人公を好きになる気持ちが理解できないって感じやないんか。うん、主人公自体もいじめられてたけど、別に卑屈な性格じゃなくて、底抜けの明るさがある。変にくよくよもせず、復讐に燃えるわけでもなく、ざまあ、的な展開になるわけでもない。これは判断に困るわ、ほんと。ものすごく絶妙なバランスや、片足はダサくに突っ込んどるのに片足は、カサくに突っ込んどるような、そんな感じやな。ご都合主義をご都合主義とごまかさないからこその、変なすがすがしさがあるんだよ。例えば、本のページをめくるだけで、魔法とかスキルを獲得するんだけど、それを、主人公自身がページをめくっただけだよ、って突っ込むからこそ、ギャグになってて、不快感も生まれない。なんか、ほんま不思議な作品やな。ボスキャラ的な敵には、ある程度苦戦した上で、勝ってるから、そういう部分で、真面目というか、まともな性もある一方で、ご都合主義まみれだし、作画もひどい。難しい、ほんまに、この作品難しいわ。パロディ要素もものすごく多いんだ。話が進めば進むほどパロディまみれになっていって、エヴァのパロディしたり、なんか、こう制作側がいかにこの作品の中でパロディを入れるのか、勝負してるんじゃないかって思うほど盛りだくさんなんだよ。パロディ要素って好み分かれる要素なだけに、ここも判断が難しいわな。パロディ自体も別に笑えるわけじゃないんだよ。作品のチョイス自体も絶妙に古くて、アラサーかアラフォー以上の人が考えたようなパロディが多いんだよね。10年か20年くらい前の作品のパロディみたいな感じなんやな。主人公は下野紘さんが演じてるんだけど、だからといって鬼滅の刃のパロディがあるわけじゃないんだ。くさ、今なら絶対ありそうやのにな。ヒロインも花澤香菜さんとか井上麻里奈さんとかが演じられてて、なんか、こう、2021年の作品って感じがないんだよ。なんやろ、そのキャストやと赤霊とか始まりそうやな。一つ一つの要素が絶妙にずれてて、全部の歯車が全く噛み合ってないんだ。でも、なんか嫌いになれないし、ダサくと言い切れない。もしかしてわざとこういうテイストにしてるのかって思うほどなんだよ。奇跡的なバランスやな。説明描写もやたら多いんだよ。これはもしかしたら鬼滅の刃パロディなのかもしれないけど、キャラの心理描写や行動原理を全部1から100まで説明してくれる。ものすごいわかりやすいし、わからないという要素は一つもない。小学生でもわかるんやな。ただ話が進んでるんだか進んでないんだかいまいちわからないし、最終話では新キャラも出てきて2期やりたい完全開のストーリーで終わるし、なんかこう、この作品は何だったんだろうって見終わった後に感じちゃうんだ。判断難しい。ヒロインも多いんだけど、全然使いこなせてないんだよね。ゴリラなヒロインっていうメインのヒロインがいるんだけど、序盤以外は影が薄い。ええ。他のヒロインも、そのヒロインのメイン回は存在感があるんだけど、それが終わると、あ、こんなヒロインもいたな、テレベルで影が薄すぎるんだよ。なんかこう、この作品はこれこれこうだっていう明確な言葉が浮かんでこないんだ。最初から、
奥歯に何かが挟まったような感じが続いて、最後には、すべての歯の隙間に何かが挟まっちゃうような、そんな感覚に陥る作品なんだ。えのき、丸ごと口にぶち込まれたような作品やな。パロディ要素も多いし、ツッコミどころも多い。そういった意味では、ニコニコ動画とかでコメント付きで見たら楽しめる作品かもしれない。ツッコむことが前提で、そのツッコミどころをあえて制作側が演出しとると？わからない。草、最後まで判断しきれてへん。皆さんも、ぜひ、進化の実を見て、この作品が意図してこうなっているのか、それとも真面目にこうなっているのか、ぜひ、判断してください。ほなまた次回。じゃん。